レイズバックル実は。はい、どうもニヤニーです。本日は週末ということでニヤニーのワットをやっていきたいと思います。最近ですね、新しい視聴者の方もどんどん増えてきてると思うので、ちょっとこのねニヤニーのワットという企画のね説明をね挟んでおこうかなというふうに思います。このニヤニーのワットは Watch, Hear and Think ということで、視聴者の方たちから寄せられたコメントの中から僕の独断と偏見で選んだ面白い考察を紹介したり、皆様が抱える疑問をですね個人的見解でお答えするコーナーとなっております。なのでですね、最近見始めたよって方でもどんな考察妄想予想でもいいので、気軽にコメントしていってください。全然動画に関係ない考察でも OK です。ということでですね、説明はここまでにしておいて、早速本題に入っていきましょうか。まずはこちらのコメントです。さくらもりこさんからのコメント。 K-1 の両親について考えていて、ふと思ったのが、とんでも考察かもしれませんが、バックルも元参加者とかないでしょうか。ブーストの K-1 への絡みも気になっていたのですが、本当に意思を持っているのなら、実は K-1 の親が退場して変貌してしまった姿とか、ジャマトになるルートもあれば、バックルになるルートもある。それぞれのバックルとの相性というのも、 ID イコールそれぞれの個性とバックルの相性と思うと、人間関係のような感じもします。もしくは K-1 の両親が研究者で、デザイアグランプリの研究をしていて、研究中に事故で行方不明、研究内容は公害できないので、 K-1 には日頃から世界平和のための仕事だなどと教えていたので、両親が消えた今、彼も世界平和を口にしているとか、サラは少しそれを察しているのかもしれません。仮面の男が K-1 の未来の姿ではとの考察も、両親が作っていた世界平和のためのシステムがデザイアグランプリなら彼が引き継ぐことになるというのも筋は通っていそうかなと。もう何でも深読みしてしまいます。ギーツ怖い。もう僕はですね、逆にあの森子さんが怖いんですよねこの考察めちゃくちゃ面白いですね。バックルも元参加者説、これはね現段階では全く否定できるものがないっていうのも面白いですよね。むしろ肯定できる要素しかないっていうふうに思っててですね、雑誌のインタビューの方でもこのバックル一つ一つにもドラマがあるというふうに書かれていたので、これちょっとね可能性はめちゃくちゃありそうなんじゃないかなというふうに思ってます。それならブーストバックルが K-1 の元によく現れる理由にも納得できるし、まあ何も知らない息子の K-1 は手に入れるけど全く使わないっていうのも皮肉なんですけど、まあ誰かのためにそれを使うっていうのも、困った人がいたら助けなさいとかがね親の教えであれば、これもまたおしゃれな展開ですよね。いやーこれはですね 99% ぐらいの確率で当たってる気がします。はい、では次行きましょう。風魔秀明さんでいいんですかね。この下の部分だけなんですけれども、第5話を見て改めて思ったのは、デザイアグランプリにエントリーされた人たちって極めて狭い範囲から選ばれてませんか。日本だけってとこも引っかかってましたが、それどころか都内よりもさらに狭い町とかぐらいの、いわば一定の生活範囲内から集められてる気がして仕方ないです。なんせ道長の働いているとこの仕事の受注範囲内にエースの家があるし、ケイワやネオンちゃんの住まいもそれほど離れた場所にあるようには見受けられません。となるとデザイアグランプリの真の目的も、何かそのあたりにヒントがあるんでせうかね。まあ確かに言われてみれば、ほんまにあのみんなご近所さん的な感じはしますよね。同じこう町ってぐらいの小規模ではないかもしれないですけど、まあ、同じ市あるいは同じ県ぐらいの規模感な気がしますよね。そう考えると、もしかしたらエースのあの人気も意外と狭い規模での話になるのか、まあでも規模に関しては今までの作品とか見てても、狭い世界で広大な世界を描いている作品も多いから、まあ何とも言えないんですよね。技術の世界は例えば全てがメタバースと現実世界が融合してて、小さい範囲やけど広く見せているとか、あとはですね、いろんな土地でデザイアグランプリが行われているっていう可能性もありそうな気がするんですよね。例えばデザイアグランプリ東京大会とか、デザイアグランプリ大阪大会的な感じであるんじゃないかなっていうふうに思ったりもしております。はい、では次行きましょう。小川原雄生さんからのコメント。
忍者レイズバックルがタイクーンと相性がいいならなんで忍者レイズバックルにタイクーンのコア ID が付属しないのか。いやこれは正直全員思ってるんじゃないですかね。ゾンビレイズバックルにはバッファの ID コアはついてたんでしたっけ。まあでもあの販売のね戦略があるとは思うんですけど、このタイクーンの ID を別売りにすることで、まあ売り上げがセットにするより上がるんじゃないかなっていうふうにバンダイさんの方は思ってるからこそ別売りにしてるとは思うので、何かねこの視聴者であったりファンにはいい意味でのサプライズ的なことがありそうな気もするんですよね。この ID コアには個別でね認識する機能というのがね、ついていないので、食玩で出したりとかガシャポンで出してもデラックスと何ら変わらないものになるとは思うので、この ID コアに関してはもっと軽い気持ちで買ってもらいたいっていう意味があって、例えば1個100円から300円ぐらいで手軽にコンビニとかでも買えるぐらいの商品にしようとしてるとかって可能性もあるんですかね。例えばクマ3点セットの白ダパーンパンクジャックの、セットがですねプレ版で出たとしても3つで3000円とかではさすがに売れない原価の安さはあると思うんですよね。3点セットにしても1000円ぐらいじゃないかなっていうふうに思うんで、売り方的にも結構迷ってそうな気もするんですよね。個別で売るかセットで売るかみたいな。で一番批判を浴びそうな売り方は、まあ、3500円ぐらいの T シャツを買ったら特典でついてくる的なセット販売でしょうね。その T シャツが子供サイズしかないとかになったらもう大人は最悪ですよね。あの ID コア一つに3500円を払わないといけないみたいなねパターンが一番怖いですよね。皆さんはこの ID コア単品売りやった場合1個にいくらまでなら出せますでしょうか。僕は500円ぐらいが限界かなというふうに思います。1個1000円とかは一応出せるっちゃ出せるけど、ちょっとってなりますよね。はい、では次行きましょう。音声ネタバレ注意でございます。荒張神田さんからのコメント、ネタバレ注意。デザイアドライバーの解析をしたところ、大型バックルでファンタジー黄色とモンスター青というものがありました。ファンタジーはナーゴだとして、モンスターは誰なのだろうか。まあこの感じ、ナーゴがどうやら色的にもファンタジーレイズバックルっていうのをね使いそうな感じがしますよね。青のモンスターもあるっていうことなんですけど、今ですね青のライダーが今回いないんですよね。結構青のライダーって2号とかでよく出てくるわけなんですけど、今回はいないというか、今回は結構あのイレギュラーな色のライダーにもなってますよね。オレンジ、黄緑、金色、紫っていう感じで、まだ赤すらいない状態なんですよね。さあこの青いモンスターは一体誰との相性がいいのか。なんかねこうモンスターってことで暴走フォーム感もありそうな雰囲気を持ってますよね。ブーストが赤で、なおかつ意志があるような動きを見せてて、さらに切り札というふうに言われているので、赤と青って僕は結構この対照的で表裏一体的なイメージもできるので、まあブーストと同じように意志はある感じで、なおかつ切り札とは逆なイメージを持つバックルになるんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。例えば桃鉄で言うとあのボンビーとかキングボンビーであったりとか、パワープロで言うと大丈夫博士的な感じで、使用したプレイヤーをめっちゃ困らせるけど低確率やけど一か八かの一発逆転の可能性もあるみたいな、こうスコア最下位の人の前にしか現れない貧乏神的な存在であったりとかね、最下位でも奇跡を諦めないやつには強力な味方にもなって、奇跡を諦めたやつには悲惨な退場に導く的なね、ゲームをかき乱すバックルがあっても結構面白いと思うんですよね。このファンタジーとモンスターのバックルはどんな見た目をしているのかめちゃくちゃ楽しみですよね。まあ多分11月か12月頃に出てくるんじゃないかなというふうに思います。はい、では次行きましょう。田橋永田さんからのコメント、次回にデュオの変更でギーツ&ナーゴ、バッファ&メリー、タイクーン&パンクジャックですよね。で各デュオで撃破なしは考えにくいので、ギーツ&ナーゴ400ポイント、バッファ&メリー200ポイント、タイクーン&パンクジャック200ポイントで2組が同点。ここでバッファまたはタイクーンがチャンス権を使って再度ギーツ&ナーゴ、バッファ&タイクーン、メリー&パンクジャックに戻る。ここで終了後にチャンス権が使えることが前提ですが、
勝手な妄想ですが、バッファがゾンビブーストで一人でワンペアを倒すそうです。となるとメリーは0ポイント、ギーツ&ナーゴ400ポイント、バッファ&タイクーン300ポイント、メリー&パンクジャック100ポイントで、メリー&パンクジャックが退場はあまりにも無理筋ですかね。この終了後にチャンスゲーに使うのはちょっとなんかねずるい気もするんですけど、バッファが一人で2体同時撃破はしそうな気がするから、それがディオが交代した時にポイントはどう動くのかは非常に気になるところではありますよね。チームでは200ポイントやけど、バラバラになった時に綺麗に分割されるのか、貢献度でポイントがばらけるのか、ジャマトを倒した人は1体に次100ポイントが入るのであれば、エース&ネオンが200ポイント、 K1& パンクジャックが200ポイント、道長&モリオが200ポイントになったタイミングで、道長がチャンス券を使ってトゥルルルルポンって変わって、エース&ネオンが200ポイント、 K1& 道長が300ポイント、モリオ&パンクジャックが100ポイントっていう感じになって、最後のワンペアを、エースとネオンが取った場合、エース&ネオンが400ポイント、K1& 道長が、300ポイント、モリオ&パンクジャックが100ポイントになって、エースが道長にまた俺の勝ちだみたいな煽り方をするのも見たいし、K1& 道長が500ポイント取って、エース&ネオンが200ポイント、モリオ&パンクジャックが100ポイントで、ここで本編では初の道長のスコア勝ちが見れるのも熱い気がするんですよね。で、モリオとパンクジャックが脱落。で、パンクジャックが消滅する瞬間に一瞬変身解除されて、トールの姿がちらっと見えたら、こう、いきなりこう、胸クソ展開になりそうじゃないですか。結構このパンクジャックの中身がトールっていう風にね、予想している方が多くて、僕はまだですね、トールは温めといて、中盤から後半にかけての盛り上がる展開で出してほしいなという風には思ってるんですけど、まあ、速攻回収パターンで、ほんまに一瞬だけ見えてすぐ消滅ってパターンやったら、デザイアグランプリの黒いとこがめちゃくちゃ見えてくる感じがするんですよね。それもそれで面白い気がします。いやー、どう転んでもこの展開って熱いんですよね。はい、では次行きましょう。夏蔵さんからのコメント。パンクジャックが NPC でポイントは入らなくて、プレイヤーの5人だけもらえて、パンクジャックペアは正規プレイヤーの1人でポイントをもらうなら、脱落者は確実に出るのではないかな。このパターン確かにありそうですよね。このスコアはですね、参加者だけに必要なものであるから、パンクジャックには確かにここで得られるスコアって必要なさそうですもんね。意思疎通が難しいパンクジャックと組むハンデとして、本来パンクジャックに入るポイントが組んだ人に入る可能性は確かにありそうですね。そうなれば1人で2人同時撃破してもポイントは分散されたパターンで考えても、エースネオ200ポイント、K はパンクジャック200ポイント、モリオと道長が200ポイントのこの並んだ時点で、道長がチャンス券を使った場合、エースネオ200ポイント、K は道長300ポイント、モリオパンクジャックが100ポイントってなるし、もう一つのパターンでエース&ネオンが400ポイント、K は&パンクジャック200ポイント、道長&モリオが0ポイントの絶対絶命のタイミングで道長がチャンス券を使ったとしても、エース&ネオン400ポイント、K は&道長200ポイント、モリオ&パンクジャックが0ポイントっていう風になって、最終的に K はと道長の間に謎の友情が芽生えて、最後のペアを見事撃破っていうパターンで、エース&ネオン400ポイント、K は&道長400ポイント、モリオ&パンクジャックが0ポイントになるのも、まあまあ熱い展開ではありますよね。まあこれだけいろんなねパターン出してたら1個ぐらいは当たりそうな気がするんで、その中でも全然違う、うわそうきたかっていう展開も期待しちゃいますよね。いやこれほんまに妄想ってなんでこんなに楽しいんでしょうね。今日出したこの案は全部可能性としたらありそうなんで、どのパターンが来ても絶対面白いですし、このねいっぱい考えた中の案が一切当たらない、全然予想外なパターンが来てもうわーってなると思うんですよね。これもまたぜひ第次何7話の、まあ、感想&考察の時にみんなと一緒にこうね共感し合えたらなというふうに思っております。ということで今日はここまでにしておきましょうか。ぜひ皆さんのね予想妄想もコメントで教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほな。
おすすめに動画が流れてきたらチャンネル登録への片道切符だ。もう後戻りはできない。なんかね、11月の1週目の放送回が確かマラソンか駅伝で、日朝の放送がないっぽいのがなんか昨日ツイッターの方で見かけて、まあそのタイミングでどうせ一周空いてしまうので、オープニング考察とかもねやっていきたいなというふうに思っております。ちょっとね一周空くのは辛いですけど。